アロハイジュエです。皆さんいかがお過ごしですか？ハワイは春っぽい日差しになってきました。涼しい日々の合間に、あれ少しだけ春の空気感じるかもってなる瞬間があります。渡航規制も少しずつ緩和されてきまして、ハワイの観光やメディア、イベントなどのビジネスにも春が早く来ればいいなと思っています。ところで皆さん、ハワイに来てノースショアでドライブって超楽しいですよね。僕はノースに行く一日っていうジャンルがあると勝手に思っていまして、観光スポット寄ったりして一日を過ごす人も多いと思います。ということで今回もロケ班、それからポートフォーリー作りを兼ねて、この間のメンバーでノース方面に行ってきました。もし前回の映像、東海岸編7選まだ見てない方、ぜひそちらをご確認ください。今回はノースショア方面でコーディネーター、プロカメラマン、そしてメイクアップさんが選ぶ街中を中心に次回ハワイで撮影したい面白い写真のスポット6選ノースショア編バージョン1として紹介したいと思います。最新や流行りのスポット含めて、色とか背景とか可愛いところ、かっこいいところなどを紹介できたらと思っています。あんまりガイドブックっぽい見慣れたところではなく、少しおしゃれだったり、あんまり見たことがないかもっていう場所も出てくるかもしれません。メディアやアパレルの方も今後の参考になればいいなと思いますし、今後ハワイに一緒に行く彼女さんや奥さん、お友達同士で撮影をしてみてもすごく楽しいでしょうし、ウェディングの写真で他の人と違う写真が撮りたい新婚さんなんかもいいんじゃないかなと思います。はい、この日も超早朝からメイキャップです。東京コレクションや芸能人も手掛けてきたメイキャップアーティストのナオミさんが、ハワイ大学に通うモデルさんでインフルエンサーのマナちゃんにメイクをしています。具体的なリクエストはしてないのですが、ノースでっていうところでサーファーっぽいスタイリングになっており、朝っぱらから目が覚めるような、これぞプロ仕事って感じだと思います。カメラマンさんも前回と同じウェディングや雑誌で活躍されている石田さんです。皆さんの問い合わせ先は説明の欄にあります。はい、それでは早速1箇所目です。トンネルです。ここはミリラニと呼ばれる、東京で言えば多摩っぽいやや標高の高い住宅地で、ノースショアに向かう途中にあります。ワイキキを出て H1 西方面から H2 北方面に向かって約30分ぐらいで着きます。住宅街の結構入り組んだところにあるので、高速降りたらゆっくりめのドライブがおすすめです。ミリラニレインボートンネルと呼ばれるこのトンネルですが、大きな幹線道路の下にあるアクセストンネルとなっていまして、地元の高校生などがチャリで学校に通うみたいなところっていう印象です。こちらは誰が染めたかよく分かりませんが、住宅地のアクセストンネルをレインボーで染めちゃえっていう、その心意気がハワイらしいな、そっちの方が気になっちゃったりします。写真はレインボーなので大概の色は OK だと思いますが、色味が結構ポップなので、あんまりドレッシーやコンサバティブな服、アッシュやダーク系のカラーなどは意図的な配色や演出じゃない場合、少し難しいかもしれないなと思ったりします。理想の時間帯は10時から昼の2時ぐらいの間だと光が多くて超いい感じになると思います。携帯で撮る場合、ビビットとか色味がドンと出やすい設定がいい感じになったりするなと思います。はい、2つ目です。今度は路上系、直線の抜けと呼ばれてますかね。皆さん、この言い方伝わりますか？道路でこちら、先ほどのミリラニから北上した先のワヒアワと呼ばれる町にあるロイヤルパームドライブというところにあります。住所は詳細の欄にリンクしてあります。この辺は夜の静けさと涼しさが一押しだと思います。皆さんがワイキキなどの街の中で見る一番メジャーなヤシは茶色の曲がりやすい幹をしたパームツリーですが、こちらはロイヤルパームツリーと呼ばれていまして、幹が白っぽいことと柱のようにまっすぐ立つ端正な姿から、かつてはハワイ王族のヤシとされ神聖な扱いを受けてきたんですね。前回やった柱系とは違って、今度は自然の柱の間のランウェイで、いわゆるシンメトリーとかラインで遊べる写真が撮れると思います。人物はあまり撮らないかもっていう人は、ハワイの写真は奥行きを意識して撮ってみるといい写真が撮れるかもしれないと思ったりします。なお車には十分気をつけてください。同じ道沿いの民家の前で綺麗に発色したブーゲンビリアがあったので、衣装の色との相性も良かったので一緒に撮ってみました。ここはウェディングとかで撮ったら最高だろうなとか思ったりします。この間もお伝えしましたが、本当花はいいですよね。はい、早朝からいきなりの休みなしの撮影で全員カフェイン切れでして、写真より
化粧よりカフェインでしょっていうただならない空気があったので、コーディネーター的に空気を読んでちょっと休憩です。コーヒー大好きなのでほっこりしつつ高原の美味しい空気吸います。普段つい忘れがちになりますが、ハワイに住んでうまい空気吸って地元のうまいコーヒー飲んでって考えたら、むちゃくちゃ幸せなことだと感謝感謝です。他の島もワイルアもノースショアのコーヒーも昔と比べて年々飲みやすくなっている気がします。で、ちょっと綺麗なオフショットも紹介です。片撮とかでもこういうメイキングとかオフショットっぽい写真って後から見返した時超いい思い出になるんですよね。撮影って現場は体力勝負的なことになりやすいのですが、いい写真ができることももちろん超嬉しいのですが、それと一緒に汗を流した一体感といいますか、いい思い出に後から浸れたりします。ご紹介遅くなりましたが、ここはグリーンワールドコーヒーファームと呼ばれる和平和にあるコーヒーのショップでして、実は観光客という感じだけではなく、地元のお母さんたちが集まってコーヒー飲みつつキッズたちを遊ばせたりするレトロなショップの雰囲気と、ノースに行く途中の道の駅っぽい感じが素敵な場所で、コーヒーとお土産が買える場所と、この後ご紹介のバス停を3選目としています。今度コーヒーやカフェ特集やりたいなと思いつつ次の場所に移動です。ここ僕が島で何箇所かある超好きなバス停のうちの一つ、バスストップ2208でして、バス停ナンバーはハワイのバスシステムのダバスと呼ばれるアプリで場所がわかります。詳細欄にも貼っておきます。パイナップル畑を背景にした抜けで背景に広がるワイアナエ山脈、水平線がいつもかっこいいなってここを通るたびに思います。撮影でよくかっこいい絵っていう言い方をしますが、かっこいい写真撮れるかなということで温めていた場所でして、こんな風な写真が撮れたりします。あんまり午後の遅い時間だと逆光になりやすかったり、山の陰に日が沈んだりしますのでご注意ください。はい、次はとうとうノースショアの海岸線に向かいます。晴れ岩の街をちょっと外れたところにある4選目の僕的に超イケてると思っているスポット、ここではキューコガシアター&ウィキッドハワイカフェとしてご紹介しておきます。ここはあんまりまだ現地メディアやハワイ関連のテレビ、ガイドブック、雑誌などでもそんなには出てきてないんじゃないのかなって勝手に思っていますが、超キュートでおもちゃ箱をひっくり返したようなキュート&ノスタルジック感がめちゃくちゃいい感じだと思います。ここはちょっとしっかりめに紹介したいと思います。ハレイワの街をちょっと外した場所でパーララカイベーカリーというノースショアのマラサダの有名なスポットのすぐ隣にある場所でして、マウイのパイアあたりにありそうな雰囲気の入り口のピンクが目を引く建物は、昔コガシアターと呼ばれていたノースショアの人たちの娯楽映画などをしていた70歳の建物の跡地です。ノースショアってホノルルのタウンと違ったノースショアライフがあると思っています。コミュニティ感が超大事で、サーフカルチャーなんかもタウンと違うなって思いますし、きっとノースの子供たちも昔新作の映画を楽しみにしてポップコーンとかコーラとか買って列に並んだんだろうなって思います。で、こちらの建物、先ほどおもちゃ箱をひっくり返したという言い方をしましたが、ちょっとしたフードコートやジュエリーのショップ、スパ、そしてサーフショップなどが入っていたりしまして、超お気に入りの穴場的おすすめのスポットなので、どうしようかなって思ったりもしましたが、知り合いのビジネスも紹介、ハワイを盛り上げられたらと思って思い切って紹介します。遅くなっちゃいましたが、モデルのマナちゃん、先ほどのバス停から衣装替えをしていまして、ピュアホワイトの少しパフ感がある可愛い感じのシルエットがここの空気感に合うと思い、ここも同じ衣装にしています。前回もご紹介しましたが、カタログ撮影の場合、テーマ、衣装、雰囲気、色味、柄、シナリオ、そういうのを読む力や感性が大事で、センスがおっさんセレクションにならないよう私も日々お勉強です。で、その意味でってわけではありませんが、絶賛お色直し中のナオミさんのヘアと手前のベンチのベイビーピンク、背景のローズ系のピンクのマッチがなかなかいい感じでして、ついナオミさんを撮影したくなっちゃいました。めちゃくちゃマッチしてて超楽しい現場に感謝です。ただプロなのでそういう片鱗が見える瞬間とかがあったりして、やっぱりすごいなって思います。片撮だけじゃなく個人のメイクもやってくれるので、個人とかウェディングとか
ぜひ連絡してみてほしいなって思います。冗談はこのくらいにしまして、次ここは本当おすすめなスポットです。こちらコガシアターの入り口にあるウィキッドハワイカフェです。こちらはファーマーズマーケットでハワイの地元で採れるパイナップル、リリコイ、ザクロとかを使ったスラッシュをやっていたんですね。実はテレビと雑誌で紹介、取材してみたら本当は蜂蜜がメインだったっていうむちゃくちゃユニークなところです。ワイヤナエの蜂蜜をタンギー、甘すぎないすっきりしたスムージーにかけるんですが、これがねまたね本当極上のコンビネーションだと思っています。蜂蜜ももちろんオーガニックでおすすめですし、スーパー系で大量に売ってる蜂蜜系じゃなくって、ちょっとコアな派にもここで買えます。コーヒーも地元のコーヒーで、もちろん地元でロースティングされていまして、ノスタルジックな店内でコーヒーをゆっくりチルみたいな雰囲気がいいと思います。で、国境なきフードコートって感じで、隣にメキシコのショップがあったり、いきなりカラーがメキシコに変わるのですが、ここはまた今度ゆっくり説明できたらなって思います。こちらスムージーもファーマーズ時代からデザインとかディスプレイとか、そういうセンスがすごくいいなって思います。で、こちらの看板メニューのドリンク以外にもピザやパスタなどカフェ系のメニューもありまして、とにかく地元産やオーガニックに超こだわったおすすめのカフェでもあります。ザ・ハワイのノーショアやハワイを堪能っていう楽しみ方がいいと思っています。営業時間は火曜以外の9時から午後6時でして、アメリカということもあるので、クリスマスとかの祝日系は事前にチェックした方がいいかなと思います。下北にありそうとか思ったりしますが、ノースのおしゃれなサーファーとか意識高い系の人たちが思い思いの時間を過ごしている印象でして、ノースだけにサーフィンとかしてちょっとほてった後にごくごくいけちゃうスムージーを楽しむのもありですし、時間が止まったような昔の時間の流れ感というか、今流行りの作られた系のレトロ感じゃなくって、オアフではほんと少なくなっちゃったなって思いますが、昔の良さをそのままリバイバルさせた感じのコージーな雰囲気でして、音楽やりすぎとかもなくって居心地もすごくいいので、単に観光できて趣を感じるノスタルジア&チル系カフェでも超おすすめです。ちなみに先ほどから時々映り込んでいるアンニュイで透明感のある雰囲気の女の子もご紹介です。実はフォトグラファーさんの石田さんの娘さんのはるかちゃんです。宮崎のプロダクションに所属しています。今回一緒にロケハンしまして、親の仕事でプロのやり取りや楽しい現場などを子供の時から見せるアメリカのやり方っていいなって思ったりします。はい、次です。5選目です。ここはサクッと紹介します。ハリバタウンの中に来ました。ここ正直撮影できるアングルやバックがむちゃくちゃいっぱいあるんですね。というか街中がセットですくらいの多さで、多分ねここだけで衣装何十着とか、そういうボリュームは1日で稼げちゃうような気がするので、ここはどっか別なところで特集組んでみたいかもって思ったりしています。結構掘り下げていくと面白い歴史を持ったショップだとか最新のレストランとか紹介したいところもいっぱいあるのですが、今回は街の中に溶け込む感じをご紹介できたらと思い、あまりカットは抑えていないのですが、こちら紹介いたします。ライトグレイッシュ、グレイッシュ、ソフト、ダルの色味が全体的にシックな印象を醸している街並みっていう感じですが、ドレスもそこを意識しつつ少しだけ色味を上げて花を作るみたいなイメージです。ここはですね、街の色味がたくさんありまして、いろんな服やテーマで撮影してみたいなって思いますし、人物とかじゃなくって観光で街中撮影でもいい絵がたくさん撮れると思うので、観光しながらいい感じの景色や風景があったらじゃんじゃん撮ってみてもいいと思ったりします。はい、最後ですが6選目です。こちら秘境系です。ノースからの帰り道で、厳密にはノースショアじゃなくタウンに帰ってきてますが、タンタラスの丘の裏側にある秘密系スポットをご紹介します。タンタラスの丘っていう夜景スポットがあるんですが、若いローカルの人たちがデートで夜景を楽しむダイヤモンドヘッドとかホノルルの南側から東側を一望できるスポットがありまして、そこの真裏にナットリッチと呼ばれる昔マカダミアンナッツのファームだったところがあって、今回そこをおすすめスポットとしてご紹介です。こちらは平日月曜から金曜の夕方から夜にかけてハワイスタイルのルアウショーをやっていまして、まあノーショアの帰りに直でエンタメ付きのショーとか見てもいいなって思って、ここもちょっと無理くりですが、そういう一日の過ごし方とかおすすめのデートや観光アクティビティのスポットとしてご案内です。ハワイのあちこちにルアウやってるところ
たくさんあるんですが、 Yelp だとベスト、一番評価が高いルアウってなってますね。上品さとスタッフの距離感とかが近い感じ、スタッフが話すときに音響を使わないみたいな、こじんまりとした居心地のいいサイズ感が僕的に超おすすめです。ちなみに週末はウェディングやプライベートパーティーをやるような素敵なイベント会場でもありまして、私はメディアのコーディネーションとイベントプロデュースをしていまして、そういった目線で見てもここはベニューとして超おすすめですし、山からねサンセット見下ろすって実はホノルルには結構少ないので、ここはおすすめです。皆さんには平日のルアーに参加して結構ゆっくり楽しめるので、アクティビティの合間に撮影することをお勧めします。お値段159ドルで、このショーの内容だったりエンタメの内容だったりって考えると結構いいと思います。でバーもね結構充実していて、いろんなものが飲めます。もちろん夜景もいい感じですので、ハワイに訪れた時にはぜひ行ってみてもらいたいおすすめのアクティビティです。で入り口のすぐ横に綺麗な神社があったので、帽子のプロップス使ってみつつ、ローカルブランドのカタログっぽさを意識して撮影してみました。ハワイ好きの皆さんの中で現地の情報誌とかに入ってそうじゃねとか、そういう感じのイメージです。今回のインスタ&写真映えノーショア6選いかがでしたか？次回の楽しいハワイ旅行の時の参考になれば幸いです。 EJ でした。マハロです。